皆さんこんにちは、カップラーメン YouTuber のジャットさんです。今日ジャットさんは日清食品さんから出されている蒙古タンメン中本さんのエビ味噌ラーメン、こちらをいただきたいと思います。濃厚なエビと味噌の旨味ということで、無類のエビ好きのジャットさんとしては楽しみな一杯です。蓋の上にはエビ味噌の辛うまオイルというものがついています。それでは熱湯を注いで5分で食べていきましょう。それでは蒙古タンメン中本さんのエビ味噌ラーメン完成しましたので、いただいていきたいと思います。よく混ぜていただきましょう。もうこの時点でかなり甲殻系エビの味噌のいい香りが立ち上っています。辛さとのバランスはいかがでしょうか。それではいただきます。こちら蒙古タンメン中本さんのエビ味噌ラーメン、美味ですね。辛さとエビの味がどれほどのバランスで演出されているのか、ジャットさん楽しみに食べたんですが、確かにしっかり辛みはあります。でも先ほどすすっているところがあったと思うんですが、スタンダードの中本さんのカップラーメンはすすることはできないんですが、これはすすることができるくらいの辛みで抑えられています。そしてエビの風味、エビの味、エビ味噌の味、これがしっかり感じられることができるように、辛さのバランスを調整されているんだなというのがよくわかる一杯です。なのでエビは好きなんだけど辛いのが苦手という方もギリギリ食べることができるんじゃないか、そんなラーメンになっています。ジャットさんは、辛いのはあまり得意ではないんですが、このレベルですとかなりエビの味もしっかり楽しむことができるので、美味しく食べることができた一杯でした。ぜひ皆さんも一度チャレンジなさってみるのはいかがでしょうか。それでは蒙古タンメン中本さんのエビ味噌ラーメン、ジャットさんのリピート指数は星3つ中3つになります。これはぜひまたリピートしてみたいと思います。では次回のラーメンもお楽しみに。またねー。